はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、倍まで半年で月収100万円稼ぐようになる方法についてお話しさせていただけたらなというふうに思います。100万円と聞くとね、ビジネスを始めるからには狙っていきたいというところで目標にされる方も多いのではないでしょうか。僕もね、ちょうど6年半とかそれぐらい前になるかなと思うんですけれども、バイマを始めるときは月収100万円稼ぐというところが目標でした。それからね、6年半経って今も僕は現役でバイマのプレイヤーね、やっているんですけれども、その中で最新の情報というところで、今からバイマに参入してビジネスをやっていく人がいるのであれば、ゼロから始めて半年で100万円を稼ぐためにはどういうことをしていければいいのかというところをね、この動画でまとめてお話しさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。改めまして、寺井大樹と申します。バイマ物販のプレイヤーとバイマ物販の先生をしております。 YouTube ではバイマで稼ぎたい方に向けて動画の方を発信していますので、ぜひチャンネル登録の方もいただけたらと思います。また概要欄の公式 LINE アットでは超有料級の寺井大樹バイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でお渡しさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方はぜひ受け取っていただけたらというふうに思います。僕もですね、ほんと6年半前ぐらいにバイマを始めて、6ヶ月後にバイマで月収100万円を到達していったんですよね。100万円稼いだ時点から考えて、大体ね、6年ぐらい経っているわけなんですけども、だいぶこのバイマでも、この著作権問題だったりとか、ルイ・ヴィトンを初めから扱えなくなったりだったりとか、バイマというビジネス自体も変遷をたどってきた変化があったというところがあります。もちろんね、このバイマに参入されている方っていうのも増えてきた今の中で、今ならでは考えていくべきことっていうのがあるわけなんですよね。そして今からバイマをゼロから始めて、半年後に月収100万円をバイマで達成していることっていうのは、それ自体は可能です。ただ今言ったような、今ならでは気をつけていくべきことだったりとか、コツっていうものが存在しますので、ぜひ最後まで見ていただいて、勉強していただけたらなというふうに思います。では早速ね、お話しさせていただけたらと思います。今回はね、月収100万円稼ぐまでのね、5つのステップというところでお話しさせていただけますので、で第1項目目、第1ステップ目からお話しさせていただけたらなというふうに思います。では1つ目なんですけれども、これハイブランドを扱って、バイマで活動をしていくというところになります。これはもう大前提、大基礎ですよね。ここで決まっていくと言っても過言ではないです。バイマはね、こういったセレクトショップ仕入れ、プチプラだったりとか、ミドルブランドだったりとか、ミドルブランドの中にもヨーロッパミドルブランド、アメリカミドルブランドとか、いろんなカテゴリーが分かれたりとか、一方でこういった直営店仕入れのハイブランドを扱っていく、こういったヴィトンとかシャネルとかエルメスですね。こういった商品を扱っていくとか、いろんな手法があるんですけれども、おすすめは直営店仕入れのハイブランド、こういったものを扱っていくという形になります。どのね、フィールドでプレイするか、ビジネスをするかっていうのは、どの国に生まれたかと同じぐらいね、それぐらい差があることなんですよね。この日本は豊かな国ですと言われてますけれども、ちょっと今は衰退気味とかって言われたりしてますけれども、やっぱ先進国で、豊かな国で治安も良くてご飯も美味しいしってことがありますよね。一方で、例えばアフリカに生まれた、バングラディッシュに生まれた、アジア最貧国とか言われてますけども、世界最貧国と言われてるのはブルンジ共和国とかですかね、言われてるかなと思うんですけども、そういったところで、やっぱ食べ物も違うし、文化も違うし、衣服も違うし、もう当たり前っていうのはもう全然違うんですよね。そこの国にあるお金自体も違うし、というところで、例えばブルンジ共和国に生まれてきて、1日あたり1ドル以下、150円以下とかで生活しているわけなんですけれども、そんな中で1日500円稼げた、1日1000円稼げたって言ったら、もうめちゃめちゃ嬉しいんですよね。一方で、でも日本で1日1000円稼げたってなったら、日給1000円か。これちょっと全然物足りないんですよね。それぐらいやっぱね、差があるんです。こういったビジネスでは、どの国に生まれたかと同じぐらい、どのフィールドで活動するのかっていうのは差があるんですってことを知っていただけたらいいのかなというふうに思います。そんな中で、ハイブランドであれば、やっぱお客様も経済的に豊かな方が多いですし、高値売りってのもしていくことができます。一撃5万だったりとか、一撃10万だったりとか、それ以上。最近でもね、コンサル生で一撃50万以上、バック利益出ました、シャネルのっていうような事例もあったりします。ので、そういったプレイヤーに自分もなれるっていうようなね、ビジネスで自分も取り組んでいった方が最終的に得ですよね。会社員の方、あるいは主婦の方の副業でこういったバイマっていうのは始められる方多いかなと思うんですけれども、そういったお忙しい中でやっていかなければいけないのに、1回あたり500円とか、1回あたり1000円とか、そういった取引単価でやっていかなければいけないのであれば、1ヶ月で例えば100万円稼ぐ中で、1回1000円であれば、1ヶ月で1000回売らなければ、この100万円には到達しないんですけれども、それって実際にこの副業レベルで01から始めてってできるのかって言ったら、できないですよね。まずはこのハイブランドを扱っていく、それもその直営店仕入れの、そして経済的に豊かなお客様がいるフィールドでプレイしていくというところが大切というところをお話しさせていただきました。1つ目ハイブランドを扱うというところになります。2ステップ目なんですけれども、1日20品出品していく体制を整えるということになります。10品じゃダメなのとか、もう15品じゃダメなのとかいう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ダメです。もう20品もう目指してください。もう一番初めはやっぱり20品必要っていうことをもう僕の中でも決まってるので、黙って従ってください。もうこれに関してはですね、これはね、真面目な話、過去のコンサル生とか
僕自身が、いろんなね行動してみて、やっぱ20品出す人と出さない人ではやっぱ結果が大きく違っているんですよね。やはり、成功している人、結果出てる人の真似をしていくっていうのは非常にこういったビジネスでも大切なことかなと思いますので、20品出していきましょう。でこの20品ってところ、どういったところでねこういった100万稼ぐっていう文脈でいい影響があるのかっていうと、やっぱ新着順ですよね。ここもやっぱ一番初め初心者っていうのは狙っていく必要があります。人気順だったりとか広告枠だったりとか、バイマでねお客さんに見られるフィールドっていうのはたくさんあるんですけども、初め初心者01で作っていくっていうところでは、新着順っていうところがね結構重要なカテゴリーになっていきます。もちろん人気順が一番見られます。でもねその次ぐらいにやっぱ新着順、今最新の商品何があるかなっていうところでお客様一定数見るんですよね。自分の商品でのアピールしていくっていうのも非常に重要になっていきます。まあ20品出していくためには適切なリサーチをして、適切な時間に出品して、その中でお客様やり取りもあったりとかっていう中で、まあ自分自身でやっぱ難しいんですよね、この20品っていうのは。だから外注化をしていく、これも非常に重要になっていきます。出品を自分の代わりに画像編集して、タイトルとか価格設定とかして出品していく存在、これどこで見つけていくか、これはクラウドワークスとかランサーとか、こういったサイトになっていきます。あとはねこの出品というところで、この画像のクオリティというところもめちゃめちゃ大事です。人気ランキング上位、売れてる商品ですよね。ここの商品ページっていうのはどのブランドを見ても実物画像ばかりだと思います。やっぱ実物画像が倍までは反応がいいんですよね。のであれば自分も実物画像使おうよという形になります。こういったね著作権問題とかがあって、公式サイトから撮れないブランドとかもあったりするんですけども、自分で撮った写真であればこれは全く問題ないです。自分自身が近くの店舗に行って画像を撮っていくのもまあこれもいいでしょうと。ただね自分で足で稼いでいくっていうのはやっぱ限界があるので、1商品あたり100円とかで店舗に回って撮ってきてもらう、そういった人の構築っていうのもね、自分のオリジナリティを出す、自分の唯一無二の画像を出すっていうところでもね非常に重要になってきますので、そのあたりもねクラウドワークスランサーズで構築していくという形になります。ちょっと出品に関してこの数というところと、あるいは具体的なこういったクオリティというところもねお話しさせていただきましたけども、こういったところ100万円稼いでいる人っていうのはしっかりと意識して2ステップ目で取り入れていっているところなのでですね、皆さんも参考にしていただけたらなというふうに思います。続きまして3つ目になりますけども、買い付けパートナーの構築になります。具体的には20カ国構築していくという形になります。外注化していくっていうところで何が重要かって言ったら、この出品パートナーともう一つの軸としてこの買い付けパートナーの構築なんですよね。この2つ両輪が初めて揃って利益が出ていくと言っても過言ではないです。20カ国しっかりと稼働できるような人、レスポンスが早い人、少なくとも12時間以内に連絡が返ってくる人、こういった人をねしっかりと構築していきましょう。そしてこの人たちっていうのは適切なね法律上に基づいた契約書だったりとか、採用する時の面談だったりとか、あとはパスポート身分証の提出だったりとか、こういったプロセスを経てしっかりとこの構築した20人であることが重要です。そしてねその20人の中でも特にクオリティの高い5人っていうのがね、僕は必要だと思っていて、そのクオリティが高いっていうのは何をもってクオリティが高いって判断するかというと、やっぱ担当さんがシャネルエルメスにいるということですね。シャネルエルメスってやっぱり5万10万それ以上、そういった取引っていうのがめちゃめちゃ起こります。ただねこの取引っていうのはやっぱりレアな商品を仕入れることができないと起こり得ないんですよね。そのレアな商品を仕入れるためには何が必要かっていうと、店員さんとの密なパイプを持っていくことっていうのが重要になります。あるいはこういった無在庫ベースで取引っていうのは場合は進んでいくんですけども、そういった無在庫でお客様が今在庫ありますかっていうような商品がその店舗になかったとしても取り寄せしてくれたりするんですよね。シャネルエルメスに担当さんがいるような買い付けパートナーを5カ国構築していくという形になります。まあねこの担当さんがいたらめちゃめちゃいいなっていうような国、どんなものが具体的にあるかっていうところなんですけども、これに関してはやっぱブランド品の本場であるヨーロッパ、ここにやっぱ3カ国ぐらいいるといいかなというところになります。あるいは意外かもしれないんですけども、在庫が多い中国、ここにいるとやっぱ中国だったらどこかしらの店舗にやっぱ商品が眠ったりしているっていうことがあったりするので、まあ、非常にいいです。あとは在庫が多い国っていうとやっぱアメリカですね。でこのあたり構築していくと非常に良いでしょう。あとはねこのね100万円稼ぐっていうところでね、差別化っていうところもねめちゃめちゃ意識してほしいんですよね。誰にもいないようなニッチな国のニッチな町の、担当さんがいますと、そうするとねそこの店舗で強いられるライバルっていうのが他にいなかったら、自分自身はかなりこの価値っていうのをお客様に提示できていることになるので、利益率だったり利益単価っていうところも多く取っていくことができる可能性があるんですよね。ちょっとニッチな国にもこういった仕入れの幅っていうのを拡大することができれば、この半年で100万円稼ぐというところ、よりねハードルが低い目標になっていっていただけるかなと思いますので、このお話も参考にしていただけたらと思います。そしてね4つ目になりますけども、有在庫品を適切に扱っていくという形になります。やっぱり100万円稼いでいる人はやっぱ
有在庫何かしらやってますね。でこれね、有在庫ってのはただ単にやればいいわけではなくて、やっぱしっかりと目利きをしていくってことも非常に重要です。そしてこの有在庫をこの積極的に出していく、自分のショップで今こういった商品を扱っています、どうですかっていうのをアピールしていくタイミングとかもね、知る必要があります。例えば12月のね、バッグとか冬物の単価が高いアウターとかが売れる時期には、そういったものを仕入れて、人気のサイズだったりとか、人気のバッグとかを仕入れて売っていくっていうこともそうですし、数年通しても人気な商品ではもう決まってたりします。例えばシャネルのココハンドルとか、エルメスのまあ最近だとアッカロとかね、こういった商品っていうのはもう人気で、もう仕入れたらもう勝ちみたいな商品っていうのは決まっているんですよね。そういったものを構築してしっかりと仕入れていくという形になります。そして何を仕入れば利益が出るかっていうことを学んでいく、こういったことも重要になっていきます。あとはね、このタイミングっていうところね、でもお話しさせていただくと、こういった年末ももちろんいいです。あるいは新作のその商品がリリースするタイミング、一番ホットなタイミングでプロモーションをかけていく、自分のパーソナルショッパーポスト書いたりとか、あるいはその商品っていうのを繰り返し出品していくとか、こういったところも重要です。シーズンリリースし始めの価格のバグっていうのもあったりするんですよね。例えば定常時利益率 15% ぐらいしか出なかったこの商品っていうのが、有在庫にして、そしてしかも話題沸騰中のホットなタイミングでお客様に訴求していくことで、そのタイミングのみ利益率 30%40% 取れちゃうってこともあったりするんですよね。こういった事例があるってことも知っておいていただけたらと思います。この有在庫を適切に取り入れていくことで、より大きな利益を狙っていくことができます。こちら4ステップ目になります。で最後5ステップ目になるんですけども、こちらね、1ステップ目から4ステップ目、01を作るとき、1から10を作るとき、1から100を作るとき、どのステップでも言えるかなと思うんですけども、結果がすぐに反映されなくても継続していくということになります。もうこれはね、もう一番大事なことですよね。買い付けパートナーをまあ20カ国構築したなと、で出品も20品出してるなと、でも出品してもう1ヶ月半経ったな、2ヶ月経ったな、全然もうアクセス数も増えないし、お客様もつかないなみたいな、こういう状況っていうのはもしかしたらあるかもしれないんですよね。でもそれでも諦めないってことがめちゃめちゃ重要です。もしかしたら明日、明後日、適切な行動を自分が日々繰り返しているんだとしたら、もしかしたらその商品が売れるかもしれないじゃないですか。でもその商品が1回あたり利益5万円だったりとか10万円だったりとか、そういうことが起きうるのが、バイマのハイブランド物販になっていくんですよね。その商品が売れたってことを境に、バイマ上でその商品が目立って、でその商品がリピートしてまた5万5万5万って形で売れるかもしれないし、その商品が売れた、トレンドの商品、ホットな商品のところでバイマに認識されて人気順に上に上がった、そしたらその商品を介して自分の他の商品が見られて他の商品が売れるとか、こういった流れっていうのを見込むことができるんですよね。このバイマのハイブランド物販っていうのは、この一気に伸びていくタイミングっていうのは絶対にあります。なので今やっていることっていうのを諦めないで、絶対に継続してやり続けてほしいです。もう今辛いな、これちょっと結果出ないなっていうふうに思った時がもうチャンスなんですよね。ある程度の人は同じタイミングで同じことを思って、そこで脱落していくわけなのでですね。でもあなたは諦めないでください。そこで続けていけば、絶対に続けた人にしか見れない景色というのを見ることができます。5つ目、結果が出なくても継続していくということになります。いかがでしたでしょうか。バイマで半年で100万円稼ぎていく方法、流れについてお話しさせていただけたかなというふうに思います。まあ、正しいノウハウで正しい手法で継続していくっていうのはもう大前提ですからね。バイマでしっかり稼いでいくためには、こういった知識に投資していくってことも結構重要かなというふうに思います。僕自身もこういった独学で始めていって、その期間っていうのは全く利益出なかったし、全くこういった道しるべがなかったんですよね。その中ではね、バイマのコンサルティングを受けていくとか、バイマのスクールを、受けてみるとか、そういった選択肢っていうのはね、全然ありなのかなというふうに思うんですよね。やっぱり僕自身も独学の時代あったんですけども、まあ、全く結果出なかったし、全くトンチンカなことをしていたんですよね。でもやっぱりコンサルを受けてから、自分自身が何をやれば、今やればいいかっていうのがやっぱ分かっていったし、もう日々のねタスクっていうのも目の前のことがもう視界がクリアになっていくんですよね。そしてしっかりと、こういった100万円だったりとか、自分の目標に到達するための道しるべっていうのをね、把握していくことができます。コンサルっていうのもまあ正直ね、ピンキリでいいスクールもあれば悪いスクールもあって、まあサポートがいいところもあれば、サポートが結構ずさんなところもあってっていうのはあったりするんですけども、自分に合うスクールを見つけてね、そこで頑張っていくっていうところが最短で、今回だったら100万円稼ぐだったりとか、自分の目標に到達するための入り口なのかなというふうに思いますので、やっぱりまずはやっぱ知識に投資していくこと、自分が何かを得たいのであれば、自分自身がやっぱバイマにコミットしていく、時間に投資していく、そしてこういった知識に投資していくってことは重要なことであり、必要なことかなと思いますので、ぜひ最短で結果出したいよという方はね、今僕自身もこういったね、バイマのコンサルティングのスクールやったりしてますけれども、まあ、そういったことも考えてみてもいいのかなというふうに思います。こちらもね、参考にしていただけたらと思います。今回の動画はかなり有料級の動画になったかなと思いますので、ぜひぜひ、このバイマのね、100万円稼ぎたいよという方は繰り返し見ていただけたらなというふうに思いますし、過去の動画は僕自身もこういったバイマの稼ぎ方にフォーカスした内容をお話しさせていただいておりますので、他の動画も概要欄から飛んで見ていただけたらなというふうに思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。
コメント欄でね、この動画ためになったというふうに思っていただいたら、ためになったよというふうに、コメントしていただけたら嬉しく思います。またね、いいねボタン押していただけたら、こちらも嬉しく思います。あとはね、先ほど申し上げましたけれども、バイマの稼ぎ方だったりとか、あるいは僕のバイマのスポンサーの生徒さんとの対談動画、こちらもね、上げさせていただいておりますので、概要欄から飛んでそちらの内容も、見ていただけたら嬉しく思います。まあ、こんな形でね、バイマで稼ぐ方法だったりとか、バイマのノウハウ、あるいはこういったビジネスに関する全般的なことだったりとかも含めて、日々配信しておりますので、発信見逃したくないよという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。では本日は失礼します。